96敗。今年阪神と熾烈な優勝争いの末、6年ぶりのリーグ優勝に輝き、日本シリーズではオリックスと近年稀に見る熱戦を繰り広げ、プロ野球ファンを感動させた東京ヤクルトスワローズ。しかしわずか4年前のヤクルトは球団史上最悪の96敗を喫するなど、暗黒時代の横浜を上回るほどの壊滅的なチーム状態だったんです。そこで一つの疑問が生じました。2017年のヤクルトは一体どれほどの惨劇だったのか。というわけで今回の動画は2017年のヤクルトを振り返っていきたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。2016年、前年14年ぶりのリーグ優勝を果たしたチームは今年、野戦病院と揶揄されるほど投打に怪我人が続出、リーグ5位に沈みました。チーム打率はリーグ2位だったものの、チーム防御率はリーグワースト。前年勝ちパターンの一角だったロマン投手、守護神バーネット投手が抜けた穴を埋められず、投手陣が崩壊しました。そこでヤクルトフロントはオフに投手力アップを掲げ、前年メジャーで64試合に登板したオーレンドルフ投手を新助っ人としては球団史上最高額の1億7600万円で獲得。さらに先発のブキャナン投手、抑え候補のギルメット投手、野手のグリーン選手も獲得し、既存助っ人のルーキー投手、バレンティン外野手を含めた外国人6人体制で真中ヤクルトを全面的にバックアップしました。この大型補強を受けて真中監督は、今年は楽しみだぞと手応えを感じていたといい、キャンプ初日の全体ミーティングでは2017年のチームスローガン、目を覚ませを発表。昨年5位という結果に終わったことから、みんなの力はもっともっとある、一昨年の優勝は決してまぐれじゃないんだという思いからこのスローガンが生まれたといいます。このスローガンを発表した時、選手たちのリアクションは薄かったらしいのですが、真中監督は選手たちのその顔つきを見て、それぞれが胸の内に秘めた熱い鼓動を感じ取ったらしいです。しかしキャンプ中に2年前の首位打者川端選手が椎間板ヘルニアを発症し、今シーズンの復帰が絶望的に、早くも野戦病院が影を覗かせます。開幕前解説陣による順位予想では4位が一番多く、投手陣が改善されれば A クラスもあり得るという評価でした。そして2017年シーズン開幕、 DeNA との開幕カードでいきなり勝ち越しを決め、次の阪神との初対戦である事件が起こるんです。5回表ランナー1塁の場面で、阪神藤浪晋太郎投手が投じたストレートは内にすっぽ抜け、バッターヤクルト畠山選手の頭部に直撃。死球を受けた畠山選手はしばらく倒れ込んでしまいました。そして立ち上がると血相を変えて藤浪投手の元に詰め寄ったんです。それを見た両軍は一斉にベンチを飛び出し乱闘に発展。両軍が入り乱れもみくちゃになっているところに、遅れてヤクルトバレンティン外野手が合流。この時バレンティン外野手は輪の外側にいた阪神矢野コーチの肩をつかみ後ろに突き飛ばしたんです。するとそれに怒った矢野コーチは立ち上がった途端猛スピードで間合いを詰め、バレンティン外野手に飛び膝蹴りをお見舞い。この応酬により両軍はさらにエキサイト、近年稀に見るバイオレンスが交錯する大乱闘となりました。結局ヤクルトはこの試合に勝利し、開幕から3勝1敗と幸先のいいスタートを切ったかに思われました。しかし4月5日からまさかの6連敗を喫してしまい、一気に借金生活に突入。その後も黒星が先行し、4月18日には畠山選手が左ふくらはぎを痛めて1年を棒に振る長期離脱。4月終了時点で10勝15敗、借金5、首位広島とはすでに 5.5 ゲーム差離されました。期待された新助っ人オーレンドルフ投手は開幕から低調なピッチングが続き、4月中に登録抹消。抑えとして期待されたギルメット投手も初登板で炎上。4月の防御率は 10.38 でした。また前年まで2年連続トリプルスリーを達成した山田哲人選手も月間打率1割9分4厘と大不振に陥りました。5月に入るとヤクルトは白星と黒星を交互に重ね、17日からは4連勝を記録。16戦を9勝7敗と勝ち越し、3位巨人とは 1.5 ゲーム差と A クラスを狙える位置につけていました。しかし21日の阪神戦からまさかの5連敗を喫してしまい、上位の背中が遠のいてしまいました。5月27日には右のエース小川投手が背中の張りを訴え1ヶ月の戦線離脱。5月30日からスタートした交流戦でもヤクルトは連敗スタートとなり、5月終了時点で20勝29敗、借金9、首位広島とは 10.5 ゲーム差まで離されました。6月、ヤクルトは6月1日のオリックス戦に敗れ、最下位に転落。その後も連敗は止まらず、9日には57試合目にして自力優勝が消滅。翌日の試合でも敗れ、とうとう連敗は2桁に。ただ、同時期に巨人も球団ワースト記録となる13連敗を記録しており、東京ホームにする2チームのあまりにも不甲斐ない負けっぷりに、ネット上では巨人とヤクルトだけ別のリーグに所属しているという疑惑が高まり、トリーグと呼ばれました。この時の心境を真中監督は、止まない雨はないとよく言いますけど、雨は止んだはずなのに次の日もまだ雨だった。僕の引き出しも少なくなっていって、監督である私が言ってはいけないのですが、正直そういう心境でした
と語っています。6月24日には相次ぐ怪我人の影響で選手不足に陥ったチーム事情から3年前に現役引退した新田元気ブルペン捕手を現役復帰させます。28日には開幕から好調をキープしていた雄平選手が右手首骨折のため残りシーズンが絶望的に。30日にはクローザーの秋吉亮投手までもが試合中に右肩の違和感を訴え途中降板し、その後離脱してしまいました。この緊急事態を受けて真中監督は5月に戦線離脱した後リリーフ調整させ、この日8回に復帰登板していた右のエース小川投手をクローザーに抜擢します。真中監督はシーズン終了後にこの時の心境を明かしています。2015年、就任1年目でセリーグ優勝を実現したその後、僕はできない理由を探すなという本を出版しました。これは僕の座右の銘でもあるのですが、とはいえ今年に関してはシーズン途中にできない理由が見つかってしまいました。つまりシーズン途中ですでに優勝は厳しいなと僕自身が考えてしまったんです。自分からできない理由を探すことはしなくても、結果的にできない理由が見つかってしまった場合、それでもペナントレースから逃げ出すわけにはいきません。ならばできないならできないなりに何か打開策を考える必要があります。それがライアン小川のクローザー転向でした。しかしヤクルトは翌日の試合から5連敗、守護神小川投手が登板する機会はありませんでした。そして7月7日七夕の日に迎えた首位広島戦、9回表ヤクルト5点リードの場面で真中監督は満を持して守護神小川投手をマウンドに送ります。5点差、さらにマウンドにはエース小川。この時誰もがヤクルトの勝利を疑いませんでした。しかし小川投手は先頭打者の広島バティスタ選手にいきなり初球をレフトスタンドに運ばれ、さらに次の次のバッター菊池選手にも被弾、その後もタイムリーなどで2点差まで詰め寄られ、なおも2アウト1、3塁でバッターは新井貴浩選手、ワンストライク2ボールとなり、キャッチャーは外角低めに構えます。しかし小川投手が投じた直球はど真ん中に入り、それを新井選手が振り抜くと打球は無情にもバックスクリーンに吸い込まれ、逆転スリーランホームラン。七夕に起きたこの大逆転劇は広島ファンから七夕の奇跡、ヤクルトファンからは七夕の悲劇と呼ばれ、今も語り継がれています。この試合後、温厚で知られるヤクルトファンがついに激怒。40人がクラブハウス前に集結し、なかなか出てこない真中監督に対して、早く出てこい、シャワーが長いとの怒号が飛び交いました。真中監督は最後の勝負手として監督生命をかけ決断した守護神小川投手が失敗したことで、これから何をすればいいのかと自身の限界を感じ、退任を決意する大きな出来事だったことを後に明かしています。ヤクルトはその後も連敗地獄から抜け出せず、10連敗したまま前半戦が終了。28勝52敗、借金24、首位広島とは 23.5 ゲーム差離され、5位中日とも 8.5 ゲーム差離されました。オールスターではファン投票、選手間投票で選ばれたヤクルトの選手はゼロ、ヤクルトで唯一小川投手だけが監督推薦で選ばれていました。ただ七夕の悲劇直後だったことで小川投手選出を疑問視する声が高まっていたこともあり、ヤクルトファンからはこのままでは小川が晒し者にされてしまうと危惧する声が上がっていました。そんな中、オールスターが開幕し、7回のラッキーセブン、パリーグ各球団の球団歌メドレーが流れる中、小川投手がリリーフカーで登場すると、その横にはヤクルトのマスコットつば九郎が同乗していたんです。マスコットが選手とリリーフカーに同乗するのは異例のことで、試合後つば九郎は自身のブログでリリーフカーに同乗した理由を明かし、チームの状況、ライアンのことを思うと、なんとか盛り上げなきゃ、ライアンの力にならないとと思ったら、一緒に見送ってやる気持ちが今のライアンに何かしたくなってリリーフカーに乗っちゃいましたと書き綴り、さらにあいつふざけてるって言われたっていい、俺が盾になってやる、気持ちよく投げさせてやりたいと、あえて自身に注目を集め、小川投手が救援で本領発揮できるよう配慮するつば九郎の男気が称賛されました。後半戦が開幕しても、ヤクルトの連敗は止まらず、21日には14連敗まで伸びます。ヤクルトは7月に入ってから21日までなんと1勝もできず、この期間ヤクルトの日程カレンダーには×がずらりと並び、まるで予約サイトで見た人気ホテルの予約状況のようであることから、人気ホテルヤクルトと揶揄されました。22日の阪神戦でやっと連敗を止めると、26日の中日戦では7回表の時点で0対10と大差をつけられた状況から、10点差を大逆転する劇的なサヨナラ勝利を収めます。しかし8月に入ってもチームの調子は上向くことなく、21日までの17試合を5勝13敗と大きく負け越し、そして8月22日、真中監督は試合前に今季限りでの退任を表明しました。8月終了時点で40勝78敗、借金38、5位中日とは 11.5 ゲーム差、もはや最下位は決定的で、
今時点でプロ野球ファンの関心はヤクルトの最多敗戦球団新記録更新に集まります。ヤクルトの球団最多敗戦記録は球団創設初年度の1950年、国鉄スワローズ時代の94敗が記録です。残り23試合中たった7勝だけすれば記録更新は免れます。真中監督も自身が退任を表明したことでチームの空気が変わり状況が好転するのではと期待していました。しかし9月に入るとヤクルトはさらに下降線をたどり、23試合を5勝18敗と大きく負け越し、ついに球団記録を更新してしまったんです。結局最終成績は45勝96敗、借金51、勝率3割1分9厘はこの年の首位打者 DeNA 宮崎選手の打率をも下回り、シーズン96敗は球団史上ワースト、かつプロ野球歴代7位。ただプロ野球の歴代シーズン最多敗戦数トップ10の中でほとんどのチームはまだ2リーグに分裂して間もないプロ野球黎明期のチーム。2005年の楽天も戦力外選手の寄せ集め集団だったことを考慮すると、この年のヤクルトは近代プロ野球の中で最も弱いチームと言われています。またこの年パリーグでもロッテが開幕から最下位を独走、わずか37試合目で自力優勝が消滅する悲惨な状況でした。これについて真中監督は退任後に出演した番組で、僕ね本当人間的にはダメだと思ったんですけど、どうしても試合終わった時にロッテの結果を見てしまうというと語り、スタジオを爆笑させ MC にロッテが負けた時正直どうだったんですかと質問されると、真中監督はコメントできませんねと返答していました。96敗した理由、真中監督は2017年の敗因を4つ挙げています。1、故障者が多かった。2、広島が圧倒的な強さを誇っていた。3、打撃陣が本調子には程遠かった。4、リリーフ陣が不安定だった。1、故障者が多かった。ヤクルトは以前から野戦病院と揶揄されるほど毎年故障者を多く出すことで有名ですが、この年は例年に増して故障者が続出。この年の主な故障者一覧を見てみると、エース、クローザー、クリーンナップとチームの核となる選手の離脱が相次ぎました。2、広島が圧倒的な強さを誇っていた。この年の広島は開幕から首位を独走、最終的に88勝51敗、貯金37。2位阪神とは10ゲーム差つける圧倒的な強さで2連覇を果たしました。今年ヤクルトは広島との直接対決で7勝17敗と大きく負け越しています。3、打撃陣が本調子には程遠かった。2015年の主力だった川端選手、畠山選手がほぼ1年間稼働できず、雄平外野手、中村捕手、バレンティン外野手、大引き内野手も数ヶ月単位で離脱するなど、最後までベストオーダーを組めませんでした。さらに全試合フルイニング出場した山田哲人選手も年間通して下半身のコンディション不良を抱えており、最終的に打率2割4分7厘、24本塁打、14盗塁と低調な成績に終わりました。4、リリーフ陣が不安定だった。真中監督は当初7回ルーキー、8回秋吉、9回ギルメットの勝ちパターンを構想していましたが、ギルメット投手が開幕から大炎上、6月には秋吉投手も離脱、代役の小川投手も失敗に終わり、最後までリリーフ陣が整備できませんでした。一方で今年のヤクルトは2は置いといて1、3、4がどれもクリアになっていました。1、故障者が少ない。3月末にコロナウイルス集団感染による入れ替えはあったものの、それ以降目立った故障者は7回を任されていた近藤投手のみで、年間通してベストメンバーを組むことができました。またこれまでヤクルトは伊藤智人投手、川島亮投手、佐藤義則投手ら次世代エースが台頭しても数年で故障してしまう苦い過去を経験していることから、ヤクルト首脳陣は奥川投手を中10日、高橋奎二投手も登板間隔を調整し怪我の防止に努めました。3、強力打線の形成。4番村上選手が MVP 級の活躍、1番塩見選手の覚醒、山田哲人選手、中村捕手の復活、サンタナ、オスナ両外国人が当たったことで1から8番までがっちり固まり、12球団最多の得点数を叩き出しました。4、盤石なリリーフ陣。プロ野球記録となる50ホールドをマークしたセットアッパー清水昇投手、クローザーマクガフ投手につなぐ勝ちパターンを確立。この2人につなぐ7回は離脱するまでは近藤投手、中盤は今野投手、後半は石山投手とその時々により使い分け、さらにビハインドでも坂本投手、大西投手、大下投手らが試合を壊すことなく流れを引き寄せるなど、各々が役割をこなし強固なリリーフ陣を形成しました。このように4年前の惨劇が糧となってヤクルト今年の日本一につながったんですね。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。